一番最近はこれみんなこういう状態で避難してるからやっぱり仮設でみんな分かっちゃって、やっぱり憩いの場を作りたいって言ってたんです。それが今度の話だった。そうそう、それが仮設でできないってなっちゃったので、で脇坂田の民宿では1日3食出て、もう 何にもやることないような状態で、自転車で観光みたいなのばっかりやってたんですけど、仕事したいというか動きたいっていう。半年近くもう何もしなかったのかな、感じになったので、今ここ紹介されたから。それは結構やり始めはあったね、遠いとこから来てくれだしても、今はやっぱりあちらでも常連の方だったお客さんが時々病院に来たついでに寄ってくるとか、そういうことは結構そういう人多いね。病院に寄っ、来たついでに寄ってくるって。ほぼ駐車場内でしょ、それが一番メリットなの。あの来るまで来てね、その駐車場あれば止めてパッと行く、来るんだけど、今車社会だから、あの庭ぼぎでちゃかちゃか、ここでの、あと溶けちゃいますからね。お昼も頃まで動かなければ、溶けちゃいますね。ずーっと。こっちは溶けねえも、一回振ったらもう、次の春まで溶けねえも、次の年の春まで。一日何回も、ここ下は何回も。3回ぐらいか。やって、溜まって、両脇に溜まるじゃないですか。うん、それを今度夜、そっち側にある融雪口に運ぶんですよ。8時以降とか9時ごろ、そっちにあるんですよ。でも脇にどかしておいた雪を、この定休日に3時間くらいかかって融雪庫まで運んでそれずっとやってるんですよ。いらっしゃいませ。